岡本喜道うなぎに呪われた男私はこの温泉へ37年続けてまいりますいろいろの都合で宿は2度ほど変えましたがともかくも毎年必ず一度はまいりますこの宿へは震災前から14年ほど続けてきております 痩せ型で上品なタミヤ夫人は、つつましやかに話し出した。タミヤ夫人が、この温泉宿の長い馴染み客であることは、私もかねて知っていた。実は夫人の老いにあたる某大学生が、日頃私の家へ出入りしている関係上、ユの温泉場では、何々屋という宿が、感性で客扱いも親切であるということを聞かされて、 私もふとここへ来る気になったのである。来てみると私からは別に頼んだわけでもなかったが、その学生から前もって私の来ることを通知してあったと見えて、何々屋では初対面の私を案外に丁寧に取り扱って、奥まった2階の座敷へ案内してくれた。川の音が少しお邪魔になるかもしれませんが、 騒ぐようなお客様はこちらへはご案内いたしませんからお静かでございますと番頭は言った「はいタミヤの奥さんには長いことごひいきになっております一年に二三回必ず一回は欠かさずにおいでになりますまことにお静かな良いお方で」と番頭はさらに話して聞かせた「どこの温泉場へ行っても 川の音は大抵つきものである。それさえ嫌わなければ、この座敷は番頭の言う通り、確かに感性であるに相違ないと私は思った。時は五月の初めで、川を隔てた向こう岸の山々は青葉に埋められていた。東京ではさほどにも思わない汗びの若葉の赤く美しいのが私の目を喜ばせた。 山の裾にはシャガが一面に咲き乱れて、その名のごとく誇張の群がっているようにも見えた。川ではカエルの声も聞こえた。六月になるとカジカも鳴くとのことであった。私はここに三週間ほどを静かに愉快に送ったが、そういつまで遊んでもいられないので、二三日の後には引き上げようかと思って、 そろそろ帰り自宅に取り掛かっているところへ、民谷夫人が来た。夫人はいつも下座敷の奥へ通されることになっているそうで、二階の私とは縁の遠いところに荷物を持ち込んだ。しかし私がここに滞在していることは、老いからも聞き、宿の番頭からも聞いたと見えて、ついて間もなく私の座敷へも挨拶に来た。 男と女とは言いながらどちらも老人同士であるからさのみ遠慮するにも及ばないと思ったので私もその座敷へ東礼に行って20分ほど話して帰った私が明日はいよいよ帰るという前日の夕方にタミヤ夫人は再び私の座敷へ挨拶に来た「明日はお立ちになりますそうで」 それを口切りに夫人はしばらく話していた「入梅はまだ半月以上も間があるというのにここらの山の町は湿っぽい空気に閉じ込められて昼でも山の色が曇って見えるのでこの頃の夏の日が秋のように早く暮れかかった」「ミヤ夫人は今年五十六七歳で二十歳の春に一度結婚したが 何かの事情のために、間もなくその夫に引き分かれて、その以来34年を独身で暮らしている。私の家へ出入りする学生は、夫人の妹の次男で、ゆくゆくは民家家の相続人となって、おばの夫人を母と呼ぶことになるらしい。その学生がかつてこんなことを話した。おばは結婚後一週間目とかに、 夫が行方不明になってしまったのだそうで、それから何と感じたのか、二度の夫を持たないことに決めたのだということです。それについては深い秘密があるのでしょうが、おばは決して口外したことはありません。僕の母はうすうすその事情を知っているのでしょうが、これも僕たちに向かっては何にも話したことはありませんから、一切わかりません。 私は夫人の若い時を知らないが、今から察して彼女の若盛りには人並み以上の美貌の持ち主であったことは容易に想像されるのである。その上に相当の教養もある。家庭も裕福であるらしい。その夫人が人生の春をすべて投げ打ち去って、今日まで悲しい独身生活を送ってきたには、よほどの深い事情が潜んでいなければならない。 今もそれを考えながら私は夫人と向かい合っていた絶え間なしに響く水の音の間にカエルの声も乱れて聞こえる私は表を見返りながら言ったカエルがよく泣きますね、はああそれでも以前から見ますとよほど少なくなりました以前は随分想像しくて 水の音よりもカエルの声の方が邪魔になるぐらいでございました。そうですか。ここらも年々繁盛するにつれて、だんだんに開けてきたでしょうからな、と私はうなずいた。この川の神の方へ行きますと、岩の上で釣ってる人を時々に見かけますが、ヤマメを釣るんだそうですな。これも宿の人の話によると、以前はなかなかよく釣れたが、 近年はだんだんんに釣れなくなくったた。とということでした何心なくこういった時に夫人の顔色の少しく動いたのが薄暗い中でも私の目についた全く以前はヤマメがたくさんに住んでいたようでしたが川の両側へ人家が立ち続いてきたのでこのごろはさっぱり取れなくなったそうです。と夫人は、 やがて静かに言い出した。山マメのほかに大きいうなぎも随分取れましたが、それもこの頃は取れないそうです。こんな話は珍しくない、どこの温泉場でも滞在客の間にしばしば繰り返される、退屈しのぎの普通平凡の会話に過ぎないのであるが、その普通平凡の話が端緒となって、 私は民や夫人の口から決して平凡ならざる一種の昔話を聞かされることになったのである。他人はもちろん肉親の老いにすらもかつて漏らさなかった過去の秘密を夫人はどうして私にのみ漏らしたのか。その事情を詳しくここで説明しているとこの物語の前置きがあまりに長くなる恐れがあるから。 それらは一切省略してすぐに本題に入ることにするそのつもりで読んでもらいたい夫人のお話はこうである私は19のお春に女学校を卒業いたしましたそれは明治27年日清戦争の終わった頃でございましたその年の5月に 私は親戚のののに連れられらて、て初めてこの湯の温泉場へ参りました。ご承知でもございましょうがこの温泉が今日のように世間に広く知られるようになりましたのは日清戦争以後のことで戦争の当時陸軍の負傷兵をここへ送ってきましたのであの湯は切り傷その他に特効があるという噂がにわかに広まったのでございます。 それと同時に、その負傷兵を見舞いの人たちも続々ここへ集まってきましたので、いよいよ温泉の名が高くなりました。私が初めてここへ参りましたのも、やはり負傷の軍人を見舞いのためでした。私のうちで、兵祖からご懇意にしている松島さんといううちの息子さんが、一年志願兵の将尉で出征しまして、 不祥のために満州の戦地から護送されて、ここの温泉で療養中でありましたので、私のうちからも誰か一度お見舞いに行かなければならないというのでしたが、父は会社のようが忙しく、あいにくに母は病気、他に行く者も,もありませんので、親戚の者が行くというのを幸いに、私も一緒についてくることになったのでございます。人間のことというものは不思議なもので、 その時に私がここへ参りませんでしたら、私の一生の運命もよほど変わったことになっていたであろうと思われます。もちろんその当時はそんなことを夢にも考えようはずもなく、ことに一種の戦争熱に浮かされて、女の私どもまでがやれ十平とか慰問とかに夢中になって騒ぎ立てている事実でしたから、不詳の軍人を見舞いのために、 夕の温泉場へ出かけていくなどということをむしろ喜んでいたくらいでした。今日と違いましてその当時ここまで参りますのはかなりに不便でございましたが途中のことなどを詳しく申し上げる必要もございません。ここへ着いてまず相当の宿を取りましてその翌日に松島さんをお見舞いに行きました。 お菓子やタバコやハンカチーフなどお土産に持って行きまして、松島さんばかりでなく他の人たちにも分けてあげますと、どなたも大う嬉しがっておいででした。私どもはもう一晩ここに泊まって、明くる朝に帰る予定でしたから、その日は自分たちの宿屋へ引き上げて風呂に入って休息しましたが、初夏の日はなかなか長いので、夕方から連れの人たちと一緒に散歩に出ました。 連れというのは親戚の夫婦でございます。三人は川伝いにつま先上がりの狭い道をたどっていきました。町の様子はその後よほど変わりましたが、山の色、水の音、それは今も昔もあまり変わりません。さっきも申す通り、ただ想像しいのはカエルの声でございました。 私どもは何を見るともなしに、ぶらぶらと歩いていくうちに、いつか人家の途切れた川端へ出ました。岸にはすすきや葦の葉が青く茂っていて、岩にせかれてむせび落ちる流れの音が、ここらはひとしお高く聞こえます。夕日はもう山の陰に隠れていましたが、川の神はまだ明るいのです。その川の中の大きい岩の上に、 二人の男の影が見えました。それが負傷兵であることは、その白い服装を見てすぐにわかりました。二人は釣竿を持っているのです。負傷も大抵全開したので、この頃は外出を許されて、退屈しのぎに山目を釣りに出るという話を松島さんから聞かされているので、この人たちもやはりそのお仲間であろうと想像しながら、 私どももしばらく立ち止まって眺めていますとやがてその一人が振り返って岸の方を見上げましたいやあそれは松島さんでした釣れますかこちらから声をかけると松島さんは笑いながら首を振りました釣れません魚の泳いでいるのは見えていながらなかなか餌に食いつきませんよ 水があんまり澄んでいるせいですなそれでも全然釣れないのではないさっきから2匹ほど釣ったと言って松島さんは岸の方へ引っ返してきてブリキの缶の中から大小の魚をつかみ出して見せてくれたので親戚の者も,も私も覗いていましたその時私はさらに不思議なことを見ましたそれがこのお話の眼目ですから よくお聞きくおきださい松島さんが私どもとお話している間にもう一人の男の人その人の針にはしきりに魚がかかりまして見ているうちに3匹ほど釣り上げたらしいのですただそれだけならば別に死災はありませんが私が松島さんの缶をのぞいてそれからふと全く何心なしに川の方へ目をやるとその男の人は1匹の 蛇のような長い魚、おそらくうなぎでしたろうそれを釣り上げて手早く針から外したかと思うとちょっと辺りを見返ってたちまちに生きたままでむしゃむしゃと食べてしまったのですたというなぎにしてもやがて一尺もあろうかと思われる魚を生きたまま食べるとは私はなんだかぞっとしました それを見つけたのは私だけで、松島さんも親戚の夫婦の話の方に気を取られていて、一向に悟らなかったらしいのです。うなぎを食べた人はまた続けて釣り針を下ろしていました。それから松島さんと双子と巫子とお話をして、私どもはそのまま別れて自分の宿へ帰りましたが、生きたうなぎを食べた人のことを私は誰にも話しませんでした。 その頃の私は、年も若いし、かなりにお天場のおしゃべりの方でしたが、そんなことを口へ出すのも、なんだか気味が悪いような気がしましたので、つい、それきりにしてしまったのでございます。明る朝、ここを立つ時に、再び松島さんのところへ訪ねて行きますと、松島さんの部屋には、同じ少尉の不調者が同宿していました。 昨日は外出でもしていたのか、その一人の姿は見えなかったのですが、今日は二人とも顔を揃えていて、しかもその一人は、昨日の夕方、松島さんと一緒に川の中で釣っていた人、すなわち生きたうなぎを食べた人であったので、私はまたぎょっとしました。しかしよく見ると、この人も多分一年志願兵でしょう。松島さんも人品の悪くない方ですが、 これはさらに上品な風采を備えた人で色の浅黒い目つきの優しいいわゆる気候自然たる人柄でハキハキした物言いのうちに一種の柔らかみを含んでいていえいい年をしてこんなことを申し上げるのもお恥ずかしゅうございますからまずいい加減にいたしておきますがともかくこの人が蛇のようなうなぎを生きたまま食べるなどとは全く思いもつかないことでございました。 先方では私に見られたことを悟らないらしく平気で元気よく話していましたが私の方ではやはりなんだか気味の悪いような心持ちでしたから時々にその人の顔を盗み見るぐらいのことで始終うつむきがちに黙っていました私どもはそれから無事に東京へ帰りました両親や妹に向かって松島さんのことや 夕の温泉場のことやそれらは随分詳しく話して聞かせましたが生きたうなぎを食べた人のことだけはやはり誰にも話しませんでしたおしゃべりの私がなぜそれを秘密にしていたのか自分にもよくわかりませんがだんだん考えてみると単に気味が悪いというばかりでなくそんなことをむやみに吹聴するのはその人に対してなんだか気の毒なように思われたらしいのです 気の毒のように思うということそれはもう一つ先日めるとどうも自分の口からはお話がいたしにくいことになりますまず大抵はお察しくださいそれから一月ほど過ぎまして六月初めの朝でございました一人の男が私の家へ訪ねてきましたその名刺に浅井明夫とあるのを見て 私はまたハッとしました。悠の温泉場で松島さんに紹介されて、すでにその生命を知っていたからです。浅井さんはまず私の父母に会い、さらに私に会って、先日見舞いに来てくれた礼を述べました。松島君ももう全開したのですが、10日ほど遅れて聞きをすることになります。ついては、 君が一足先へ帰るならば、タミヤさんを一度お尋ね申して、先日のお礼をよく言っておいてくれと頼まれました。それはご丁寧に恐れ入ります。父も喜んで挨拶していました。それから戦地のお話などいろいろあって、浅井さんは一時間余り後に帰りました。帰った後で、浅井さんの評判は悪くありませんでした。 父はなかなかしっかりしている人物だと言っていました。母は人品のいい人だなと褒めていました。それにつけても生きたうなぎを食べたなどという話をしておかないでよかったと私は心の内で思いました。10日ほどの後に松島さんは果たして帰ってきました。そんなことはくだくだしく申し上げるまでもありませんが、 それからまた二月ほども過ぎた後に松島さんがお母さん堂々で訪ねてきて思いもよらない話を持ち出しました。浅井さんが私と結婚したいというのでございます。今から思えば私の行く手に暗い影がだんだん広がってくるのでした。松島さんはまだ年が若いので 自分一人で演談の掛け合いなどに来ては信用が薄いという懸念からお母さん堂々できたらしいのです。そこでお母さんの話によると、浅井さんのお兄さんは、定大卒業の工学士で、ある会社で相当の地位を占めている。浅井さんは次男で、私立学校卒業の後、これもある会社に勤めていたのですが、一年志願兵の少尉である関係上 今度の戦争に出征することになったののですからの後は元の会社へ再勤することはもちろんで現に先月から出勤しているというのです私のうちには男の子がなく姉娘の私と妹の伊佐子との二人きりでございますから順序として妹が他に縁付き姉の私が婿を取らねばなりません。 その事情は松島さんの方でもよく知っているので、浅井さんは幸い次男であるから、都合によっては養子に行ってもいいというのでした。すぐに返事のできる問題ではありませんから、両親もいずれ改めてお返事をすると挨拶して、一旦松島さんの親子を返しましたが、先日の初対面で評判のいい浅井さんから縁談を申し込まれたのですから、父も母もよほど気乗りがしているようでした。 こうなると結局は私の了見次第でこの問題が決着するわけでございます。母も私に向かって言いました。お前さえ承知ならば私たちには別に依存はありませんからよく考えてごらんなさい。もちろんよく考えなければならない問題ですが実を申すとその当時の私にはよく考える余裕もなく すぐにも承知の返事をしたいくらいでございました。生きたうなぎを食った男、それをお前は忘れたかと、こうおっしゃる方もありましょう。私も決して忘れてはいません。その証拠には、その晩、こんな怪しい夢を見ました。場所はどこだか分かりませんが、大きいまな板の上に私が身を横たえていました。私は、 うなぎにななったのでございますうなぎ屋の職人らしい印番店を着た片目の男が手に針か霧のようなものを持って私の目を突き刺そうとしています。所詮逃れぬところと観念していますと不意にその男を押しのけてまた一人の男が現れました。それはまさしく浅井さんと見ましたから私は思わず叫びました。浅井さん助けてください。 浅井さんは返事もしないで、いきなり私をひつかんで自分の口へ入れようとするのです。私は再び悲鳴をあげました。浅井さん、助けてください。これで夢が覚めると、私の枕は濡れるほどに冷や汗をかいていました。やはり、例のうなぎの一件が私の頭の奥に根強く刻みつけられていて。 今度の縁談を聞くと同時にこんな悪夢が私を脅かしたものと察せられます。それを思うと、浅井さんと結婚することがなんだか不安のようにも感じられてきたので私は夜の明けるまでろくろく眠らずにいろいろなことを考えていました。しかし夜が明けて青々とした朝の空を仰ぎますと。 夕べの不安は拭ったように消えてしまいました。うなぎのことなどを気にしているからそんな嫌な夢を見たので、他に司祭も理屈もあるはずがないと私はさっぱり思い直して、努めて元気のいい顔をして両親の前に出ました。こう申せば大抵御水量になるでしょう。私の縁談はそれから滑るように順調に進行したのでございます。 ただ一つの故障は、平成から病身の母が、その秋から再び病床に着きましたのと、私が今年は19の厄年、その頃はまだそんなことを言う習慣が去りませんでしたので、方々来年の春まで延期ということになりまして、その翌年の4月の末に、いよいよ結婚式を挙げることになりました。もちろんそれまでには 私の方でもよく先方の身元を取り調べまして、浅井の兄さんは夏夫といって、某会社で相当の地位を占めていること、夏夫さんには奥さんも子供もあること、また本人の浅井明夫も貧困法制で、これまで悪い噂もなかったこと、それらは十分に念を入れて調査した上で、私のうちへ養子として迎え入れることに決定いたしたのでございます。 そこで結婚式も滞りなく済まして、私ども夫婦は新婚旅行ということになりました。その行く先はどこがよかろうと評議の末に、やはり思い出の多い優の温泉場へ行くことに決めました。思い出の多い温泉場。この優の町は全く私にとって思い出の多い土地になってしまいました。しかしその当時は、 新婚の楽しさが胸いっぱいで、何にも考えているような余裕もなく、春風を追う蝶のような心持ちで、私は夫と共にここへ飛んでまいったのでございます。その時の宿はここではありません。もう少し川下の方の何々屋という旅館でございました。時効はやはり5月の初めで、同じことを毎度申すようですが、川の岸ではカエルが騒々しく鳴いていました。 滞在は1週間の予定でその3日目の午後やはり今日のように陰っている日でございました午前中は近所を散歩しまして午後は川に向かった2階座敷に閉じこもって水の音とカエルの声を聞きながら新夫婦が仲良く話していましたそのうちにふと見るとどこかの宿屋の印番店を着た男が小さいさで網を持って 川の中の岩から岩へと渡り歩きながら何か魚をすくっているらしいのです。何か魚をとっていますと私は川をさして言いました。やっぱりヤマメでしょうか。そうだろうねと夫は笑いながら答えました。ここらの川にはアユもいない、ハヤもいない、ヤマメとうなぎぐらいのものだ。 うなぎそれが私の頭にピンと響くように聞こえました「うなぎは大きいのがいますか?」と私は何気なく聞きました「あんまり大きいのもいないようだねあなたも去年お釣りになってうん二三度釣ったことがあるよここで黙っていればよかったのでしたうなぎのことなぞは 永久に黙っていればよかったのですが、年の若いおしゃべりの私は、ついゆっかりと飛んだことを口走ってしまいました。あなた、そのうなぎをどうなすって小さなうなぎだもの、しょうがない、そのまま川へ放り込んでしまったのさ。一匹ぐらいは食べたでしょいや、食わない。い,いえ、食べたでしょ生きたままで。 冗談言っちゃいけない。夫は聞き流すように笑っていましたが、その目の異様に光ったのが私の注意を引きました。その一切なに、ああ悪いことを言ったなと、私も急に気がつきました。結婚後まだ幾日も経たない夫に向かって、うかつにこんなことを言い出したのは、確かに私が悪かったのです。 しかし私としてみれば、去年以来、この一件が絶えず疑問の種になっているのです。この機会にそれを言い出して、夫の口から相当の説明を聞かしてもらいたかったのでございます。口では笑っていても、その眼色の良くないのを見て、夫が不機嫌であることを私もすぐに察しましたので、うなぎについては再び何にも言いませんでした。 夫も別に弁解らしいことを言いませんでしたそれからお茶を入れてお菓子などを食べて相変わらず仲良く話しているうちに夏の日もやがて暮れかかって川向こうの山々の若葉も薄黒くなってきましたそれでも夕ご飯までには間があるので私は2階を降りて風呂へ行きましたそんな長湯をしたつもりでもなかったのですが 風呂の番頭さんに背中を流してもらったり、湯上がりのお化粧をしたりして、かれこれ30分ほどの後に自分の座敷へ戻ってきますと、夫の姿はそこに見えません。女中に聞くと、お一人で散歩にお出かけになったようですという。私もそんなことだろうと思って、別に気にも留めずにいましたが、それから1時間もたって、女中が夕ご飯のお膳を運んでくる自分になっても、 夫はまだ帰ってこな「いのででございいまますどこへ行くとも断って出ませんでしたかいいえ別にただステッキを持ってふらりとお出かけになりました」と女中は答えました。それでも帳場へは何か断っていったかもしれないというので女中は念のために問い合わせに行ってくれましたが帳場でも何にも知らないというのです。 それから1時間を過ぎ2時間を過ぎやがて夜も9時に近い時刻になっても夫はまだ戻ってこないのですこうなるといよいよ不安心になってきましたので私は帳場へ行って相談しますと帳場でも一緒になって心配してくれました温泉宿に来ている男の客が散歩に出て2時間や3時間帰らないからといってさのみの大事件でもないのでしょうが 私どもが新婚の夫婦連れであるらしいことは宿でも承知していますので特別に同情してくれたのでしょう宿の男二人に提灯を持たせて川の上下へ分かれて探しに出ることになりました私も落ち着いてはいられませんので一人の男と連れ立って川下の方へ出て行きましたその晩の情景は今でもありありと覚えています その頃はここらの土地も寂しいので、比較的に開けている川下の町屋の明かりも黒い山々の裾に沈んで、その暗い底に水の音がものすごいように響いています。昼から曇っていた大空はいよいよ低くなって、霧のような細かい雨が降ってきました。捜索は結局向こうに終わりました。 川上へ探しに出た宿の男もむなしく帰ってきました。宿からは改めて土地の駐在所へも届けて出ました。夜はおいおいに更けてきましたが、それでもまだどこからか帰ってくるかもしれないと、私は女中の敷いてくれた寝床の上に座って、肌寒い一夜を眠らずに明かしました。散歩に出た途中で偶然に知人に行き合って、 その宿屋へでも連れ込まれて夜の更けるまで話してでもいるのかと最初はよもやに引かされていたのですがそんなことが空頼みであるのはもうわかりました私は途方に暮れてしまいましてともかくも電報で東京へ知らせてやりますと父も驚いて駆けつけました兄の夏夫さんも松島さんも来てくれましたそれにしても何か心当たりはないか これはどの人からも出る質問ですが、私には何とも返事ができないのでございます。心当たりのないことはありません。それは例のうなぎの一件で、私がそれをうかに口走ったために、夫は姿をくらましたのであろうと想像されるのですが、二度とそれを口へ出すのは何分恐ろしいような気がしますので、私は決してそれを漏らしませんでした。 東京から来た人たちもいろいろに手を尽くして捜索に努めてくれましたが夫の行方はついに知れませんでしたもしや夕闇に足を踏み外して川の中へ墜落したのではないかと川の上下をくまなく捜索しましたがどこにもその死骸は見当たりませんでした私は夢のような心持ちで東京へ帰りました 生きたうなぎを食べたというその秘密を新婚の妻に悟られたとしたら若い夫として恥ずかしいことであるかもしれません。それは無理もないとしてそれがために自分の姿を隠してしまうというのはどうも分かりかねます。ことにどちらかといえば快活な夫の性格としてそんなことはありそうに思えないのでございます。ましてその事情を夢にも知らない親類や両親たちが。 ただ不思議がっているのも無理はありません突然発狂したのではないかと父は言っていました兄の夏雄さんも非常に心配してくれましてその後もできる限りの手段を尽くして捜索したのですがやはり無効でございましたその当座はどの人にも未練があって今日はどこからか頼りがあるか明日はふらりと帰ってくるかと そんなことばかり言い暮らしていたのですが、それも二月と過ぎ、三月と過ぎ、半年と過ぎてしまっては、諦められないながらも諦めるのほかはありません。その年も暮れて、私が二十一の春、四月、夫が行方不明になってから丸一年になりますので、兄の方から改めて離縁の相談がありました。年の若い私を、 いつまでもそのままにしておくのは気の毒だというのでございます。しかし私は断りました。まあもう少し待ってくれと言って。待っていてどうなるかわかりませんが、本人の死んだのでない以上、いつかはその頼りが知れるだろうと思ったからでございます。それからまた一年余り経ちまして、果たして夫の頼りが知れました。私が二十二の年の 10月末でございますある日の夕方松島さんが慌ただしく駆け込んできましてこんなことを話しました「明雄君の居所が知れましたよ」本人は名乗りませんけれども確かにそれにそういないと思うんですしてどこにいましたと私も慌てて聞きました実は今日の午後に呼んどころない葬式があって 北千住の寺まで出かけまして、その帰り道に、三、四人連れで千住の通りを来かかると、道端のうなぎ屋の店先で、うなぎを裂いている男がある。何心なく覗いてみると、印番店を着ているその職人が、秋夫君なんです。もっとも左の目は潰れていましたが、その顔は確かに秋夫君で、右の耳の下に小さい傷のあるのが証拠です。私はすぐに店に入って行って、 不意に「明キオ君と声をかけるとその男はびっくりしたように私の顔を眺めていましたがやがてぶっきらぼうに「そりゃあ人違いだ私はそんな人じゃない」と言ったままですっと奥へ入ってしまいました何分他にも連れがあるので一旦はそのまま帰ってきましたがどう考えても明キオ君にそういないと思われますからとりあえずお知らせに来たんです。 松島さんがそういう以上、おそらく間違いはあるまい。ことにうなぎ屋の店で見つけたということが、私の注意を引きました。もう日が暮れかかっているのですが、明日まで待ってはいられません。私は両親とも相談の上で、松島さんと二台の車を連ねて、すぐに北千住へ出向きました。途中で日が暮れてしまいまして、大橋を渡る頃には、木枯らしとでも言いそうな、 寒い風が吹き出しました松島さんに案内されてそのうなぎ屋へ訪ねて行きますとその職人は新吉という男で五六日前からこの店へ雇われてきたのだそうですもう少し前に近所の湯屋へ出て行ったからやがて帰ってくるだろうと言いますのでしばらくそこに待ち合わせていましたがなかなか帰って参りません なんだかまた不安になってきましたので出前持ちの小僧を頼んで湯屋へ店にやりますと今夜はまだ来ないというのでございます。逃げたなと松島さんは舌打ちしました。私も泣きたくなりました。もう疑うまでもありません。松島さんに見つけられたのですぐに姿を隠したにそういありません。 こうと知ったらばさっき無理にも取り押さえるのであったものをと、松島さんは足ずりをして悔やみましたが、今さらどうにもならないのです。それにしても、ここの店の雇い人である以上、主人はその身元を知っているはずでもあり、また相当の身元引受人もあるはずです。松島さんはまずそれを詮議しますと、うなぎ屋の亭主は頭をかいて、 実は、まだよくその身元を知らないというのです。今まで雇っていた職人は、酒の上の悪い男で、五、六日前に何か主人と言い合った末に、無断でどこかへ立ち去ってしまったのだそうです。するとその翌日、片目の男がふらりと訪ねてきて、こちらでは職人がいなくなったそうだが、その代わりに私を雇ってくれないかという。こちらでも困っているところなので、 ともかくも承知して使ってみるとなかなかよく働く名は新吉という何分にも目見え中の奉公人で給金もまだ本当に取り決めていないくらいであるからその身元などを詮議している暇もなかったというのですそれを聞いて私はがっかりしてしまいました松島さんもいよいよ残念がありましたがどうにもしようがありません二人は 寒い風に吹かれながら、すごすごと帰ってきました。しかし、これで浅井明夫という人間が、まだこの世に生きているということだけは確かめられましたので、私どもも少しく力を得たような心持ちにもなりました。生きている以上は、また会われないこともない。一旦は姿を隠しても、 再び元の店へ立ち戻ってこないとも限らないこう思ってその後も毎月一度ずつは北千住のうなぎ屋へ問い合わせに行きましたが片目の職人はついにその姿を見せませんでしたこうして半年も過ぎた後に松島さんのところへ突然に一通の手紙が届きましたそれは秋夫の筆跡で 自分は機械な因縁でうなぎに呪われている。決して自分の行方を探してくれるな。まさこさん、私の名でございます。は、さらに新しい夫を迎えて幸せに暮らしてくれという意味を簡単にしたためてあるばかりで、現在の住所などは記してありません。あいにくにまたそのスタンプが曖昧で、発信の郵便局もはっきりしないのです。もちろん、 その発信地へ訪ねていったところで本人がそこにいるはずもありませんが北千住を立ち去ってから半年過ぎた後になぜ突然にこんな手紙をよこしたのかそれもわかりません奇怪な因縁でうなぎに呪われているというその司祭ももちろんわかりません何か心当たりはないかと兄の昭夫さんに問い合わせますと 兄もいろいろ考えた挙句にただ一つこんなことがあると言いました私たちの子供の時には本郷の何々町に住んでいてすぐ近所にうなぎ屋がありました店先に大きい樽があってその中に大小のうなぎが買ってある何でも昭代が六つか七つの頃でしたろう毎日そのうなぎ屋の前へ行って遊んでいましたが子供のいたずらから 樽の中の小さいうなぎをつかみ出して逃げようとするのをお店の者のに見つけられて追っかけられたのでそのうなぎを道端のどぶの中へ放り込んで逃げてきたそうですそれが両親に知れて当人は厳しく叱られうなぎや絵はいくらかの償いを出して済んだことがありましたがその以外には別に思い当たるようなこともありません単にそれだけのことでは 私の夫とうなぎとの間に機械な因縁が結びつけられていそうにも思われません。まだ他にも何かの秘密があるのを兄が隠しているのではないかとも疑われましたが、どうも確かなことは分かりません。そこで私の身の処置でございますが、たとえ新しい夫を迎えて幸せに暮らせと書いてありましても、初めの夫がどこにか生きている限りは、私として二度の夫を迎える気にはなれません。 両親をはじめ皆さんからしばしば再演を勧められましたが私は固く強情を張り通してしまいましたそのうちに妹も年頃になって絶え縁づきました両親ももうこの世にはおりません三十幾年の月日は夢のように過ぎ去って私もこんなおばあさんになりましたうなぎに呪われた男 その後の後消息は全く耐えてしまいました何しろ長い月日のことですからこれももうこの世にはいないかもしれません。幸いに父が相当の財産を残していってくれましたので私はどうにかこうにか生活にも不自由はいたしませず毎年必ずこの遊温泉へ来て昔の夢を繰り返すのをただ一つの慰めといたしておりますようなわけでございます。 その後はうなぎを食べないかとおっしゃるのですか。いえ、喜んでいただきます。以前はそれほどに好物でもございませんでしたが、その後は好んで食べるようになりました。片目の夫がどこかに忍んでいて、このうなぎもその人の手で裂かれたのではないか、その人の手で焼かれたのではないか、こう思うとなんだか懐かしいような気がいたしまして、ご飯もうまくいただけるのでございます。 しかし私も今日の人間でございますからこんな感傷的なことばかり申してもいられません。自分の夫がうなぎに呪われたというのは一体どんなわけであるのか自分でもいろいろに研究しまたそれとなく専門家について聞き合わせてみましたが人間には好んで壁土や泥など食べるもの蛇やミミズなど食べるものがあります。それは子供に多くございまして 俗に虫のせいだとか肝のせいだと申しておりますが医学上では医師性とか申すそうでその原因はまだはっきりとは分かっていませんがやはり神経性の病気であろうということでございますそれを子どもの時代に強制すれば格別成人してしまうとなかなか治りかねるものだと申しますそれから考えますと私の夫などもやはりその 子どもの時代からその習慣があって、うなぎ屋のうなぎを盗んだのもそれがためで、道端の溝へ捨てたと言いますけれども、実は生きたままで食べてしまったのではないかとも想像されます。大人になってもその悪い習慣が去らないのを誰も気がつかずにいたのでしょう。とにもよほど注意して。 他人ににに悟られないいように努めていたに相違ありませんもちろんやめようやめようと焦っていたのでしょうがそれをどうしてもやめられないので当人から見ればうなぎに呪われているとでも思われたかもしれませんそこでこの温泉場へ来て松島さんと一緒に釣っているうちにあいにくにうなぎを釣り上げたのが因果で例の癖がムラムラと発して 人の見ない好きをうかがって一口に食べてしまうとまたあいにくに私はそれを見つけたのでつまり双方の不幸とでもいうのでございましょうよもやと思っていた自分の秘密を妻の私が知っていることを悟った時に当人もひどく驚きまたひどく恥じたのでしょういっそ正直に打ち明けてくれればよかったと思うのですが 当人としししては恥ずかいいような恐ろしいよううなな、恐ろもう片時も私とは一緒にいられないような苦しい心持ちになって前後の考えもなしに宿屋を抜け出してしまったものとさせられますそれからどうしたかはわかりませんがもうこうなっては東京へも帰られず結局自暴自棄になって自分の好むがままに生活することに決心したのであろうと思われます。 戦時のうなぎ屋へ姿を現すまで丸二年半の間、どこを流れ渡っていたか知りませんが、自分の食欲を満足させるのに、最も便利のいい職業を選ぶことにして、処方のうなぎ屋に奉公していたのでしょう。片目を潰したのは粗相でなく、自分の人相を変えるつもりであったろうとさせられます。おそらく、うなぎの目を刺すように、自分の目にも、 霧を突き立てたのでしょうこうなると全くうなぎに呪われていると言ってもいいくらいで考えても恐ろしいことでございます。片目を潰してもやはり松島さんに見つけられたので当人はまた恐ろしくなってどこへか姿を隠したのでしょうがどういう動機で半年後に手紙をよこしたのかそれは分かりません。 その後のことも一切わかりませんが、多分それからそれへと流れ渡って、自分の意思性を満足させながら一生を送ったものであろうとさせられます。こう申し上げてしまえば、別に祈願でもなく怪談でもなく、単に私がそういう変態の夫を持ったというに過ぎないことになるのでございますが、ただ一つ私として、 未だに不思議に感じられますのは、前に申し上げた通り、私が初めて演談の申し込みを受けました当夜に、嫌な夢を見ましたことで。こんなお話をいたしますと、どなたもお笑いになるかもしれません。私自身も真面目になって申し上げにくいのですが、私がうなぎになってまな板の上に横たわっていますと、印番点を着た固めの男がキリを持って私の目を突き刺そうとしました。 その時には何とも思いませんでしたが、後になって考えると、それが夫の将来の姿を暗示していたように思われます。秋夫は、固めになって、千住のうなぎ屋の職人になって、印番店を着て働いていたというではありませんか。夢の研究も、近来は大層進んでいるそうでございますから、そのうちに専門家をお尋ね申して、 この疑問をも解決いたしたいと存じております。